の父親参観日はどうでしたか？お仕事で来られなかったお父さんは残念でしたが、来ていただいたお父さんたちありがとうございました。突然ですがこの後、お父さんたちが頑張ってる姿を子供たちにも見てもらおうってことで、園庭でパパさん徒競走をやってもらいます。え？きっとうちのパパが一番負けないと思いますよ。僕のパパは体育が得意な先生だぞ。私たちのパパはどうでしょう。あまり勝てる気がしないですね。おい、三つ子たち、自分たちのパパに自信持てよ。絶対に一等を取るからな。頑張るぞ。あてちのパパは来られなかったから、ドロシーのパパを応援してあげるブブー。それじゃあ私はサリーちゃんパパを応援しますね。さあみんなは元気いっぱい声を出してパパを応援してあげてね。パパたちは準備いいっすか？体育教師の名にかけてパパ負けないぞ。ワンやツーやスリーやフォーや、準備体操はしっかりしないとな。いっとととととと、サリーにかっこいいところを見せてやるぞ。それではお父さんたち、位置について、よーい、ドン。カタ、頑張って。いいスタートを切ったのはドロシーパパだ。パパパ、ブー。やっぱりドロシーパパが一番ブブね。パパ、よし、サリー任せとけ。こういうのはゴール付近で力を出すのさ。パパもすごいじゃん。それに比べてうちのパパ、予想通り遅いですね。他のパパに比べて年ですからね、仕方ないですよ。はあ、はあ、こんなはずじゃなかったのに、どうしてこんなに進まないんだ。抜かされてたまるかよ。くそー、俺もだ。ちょっとこの辺から本気を出しますよ。と、ちょっと待ってください。あの3人、ゴールの線を越えて円を出て行っちゃってます。本当だ、熱くなりすぎてゴールの線が見えなかったのか。ってことはもちろん三つ子のパパも負けられないぞ。とっとと、足が痛い痛い。行っちゃいました。パパたち、どこまで行くんですか？おいジョージ、ちょっと待て、俺たち一体どこまで行くんだ？確かに一体どこまで行けばいいんだよ。おい、いきなり止まっても止まれないぞ。いっとっと、なんで急に止まるんだよ。危ないじゃないか。本当だよジョージ、何考えてるんだ。すまないよ、保育園から出てたなんて気がつかなかったよ。え、もしかして俺たち入れ替わってる？どうする？イエーイ、イエーイってことはチェルシーちゃんパパですね。俺の顔で変な喋り方しないでくれよ。俺の顔ってことはケンタ先生かよ。一体これからどうしたらいいんだ。こんなことが分かったら混乱してしまうぞ。だからとりあえず入れ替わったことはバレないようにしよう。でも俺たちでも誰が誰だか分からないから、中身が誰なのか分かりやすいように名前を貼っておこう。おーい、お父さんたち、どこまで行ってるんすか。先生がやってきたぞ。みんな入れ替わったパパになりきって頑張りましょう。行き過ぎちゃったこと、さすがに気がつきました。すまなかったよ、俺が先頭で間違えたよ。ちょっとその喋り方、あれ、オリバー君パパってば意外と影響を受けやすいタイプっすか。ドロシーちゃんパパの喋り方がしっかり映ってるじゃないっすか。だから気をつけろって言っただろ。もう順位はもういいじゃないですかね、皆さん。皆さん何してるんですか。子供たちが心配してますから、早く戻ってきてください。はい。というわけで、お父さんの順位はつけられませんでしたが、どのお父さんもとても頑張っていました。それじゃあ今日はこれで解散です。みんなお父さんと一緒に帰ってくれ。パパ、帰ろう。パパ、ドロシー、一緒に帰れないなんて寂しいよ。オリバー、しばらくパパと離れ離れだが、その間ママを頼んだぞ。パパ、
予想通りやっぱり遅かったですね。え、俺2番だったんだよ。なのにジョージが急に止まるからぶつかって、あ、まずい、つい自分のことを。パパ何言ってるんですか。あの3人のパパと比べ物にならないくらい遅かったじゃないですか。パパはもうおじさんだから仕方ないですね。おいおい、俺の可愛い三つ子たち、パパだって一生懸命走ったんだからな。あ、それよりケイちゃんパパ、ケイちゃんパパ、怪しまれないようにとりあえずこのままお互いの家に帰りましょう。うちは何と言っても子供が多いのでよろしくお願いします。うちも姉のケイが騒がしいけどよろしくお願いします。戻り方が分かるまでお互い頑張りましょう。ママ、ただいま。これが普通なのか。ビクトリアのテンションと違いすぎてビビった。ところで父親さんくんはどうだった？ああ、ドロシー頑張ってたぞ。俺もパパさんと競争頑張ったしな。ジョージどうしちゃったの？え、な、何が？その喋り方、なんでイエーイがないの？ジョージじゃないみたい。しまった、もうなんでイエーイなんて言うんだよ。父親参観で普通に喋ってみたらその癖がついたんだ。イエーイ、いやーイエーイなのにイエーイになってる。普通の喋り方とか無理にイエーイにしなくていいのよ。私はいつものイエーイが好きなんだから。はははは、イエーイ、はあ、ただいまイエーイ。これはドロシーちゃんパパの言い方だぞ。ほんとよ、ケンタ先生、どうしたの？三冠であって映っちゃったの？あ、しまった、イエー。そうなんだ、ずっと隣だったからイエー。あ、いやだったからなんだ。ふーん、変なケンタ先生。ところで帰ってきた時のハグはないのかイエー。え、ハグ？そんなことしたことないじゃない。何また変なこと言ってるの？ないのかよ。リンダはいつもおかえりんだって抱きついてくるのに寂しいよ。パパ早く早く、お腹が空いたでしょ。お菓子も買って帰りたいでしょ。帰ったら何して遊ぶでしょか？肩車でしょか？かくれんぼでしょか？鬼ごっこでしょか？そんなに一度に言われてもちょっと困るよ。そして一人一人順番にゆっくり喋ってくれ。こんなのいつものことじゃないでしょか？何パニクってるんでしょか？ただいまです。おかえり、パパにみんな。三冠どうだった、どうだった？パパ対抗の徒競走もあったんだって。どうせ一番ビリだったんでしょ。あ、それが。おかえりなさいパパ。帰ったなら早く三つ子たちの手を洗ってちょうだい。それが終わったらクッキーの餌もお願いね。あと散歩も頼んだわよ。はい。想像を絶する騒がしさだ。それを思ったらうちの家は全然静かな方だ。ただいまです。パパ、サリー、おかえり。パパ、保育園の参観なんて初めてだったよね。どうだった？ああ、行かなきゃよかったよ。そしたらこんなに疲れることも、こんなことにもなってなかったのに。パパ、どうしたの？出かけるときはいつものバリッとしたかっこいいパパだったのに、なんか急におじいちゃんみたいに疲れてない？そうなんですよ。なんか歩き方もいつもと違って遅いし、パパ対抗のかけっこが終わってから疲れちゃってるんですよね。おかえりなさいって。あなたどうしたの？そんなところに寝っ転がっちゃって。そんな姿今まで見たことないわ。でしょ、パパ
が一気に年寄りになったみたいなんだよ。そんなに保育園の参観で疲れちゃったの？まずい、つい家と同じように寝てしまった。いや、今日三つ子パパにこうやって床に寝っ転がるのも気持ちいいんですよって教わったからさ、ちょっとやってみたんだよ。なんかパパ変。うわっはっはっはって笑い方もなんかおじさんくさい。ねえパパ、ご飯食べないの？こんな騒がしい中で食べるの慣れてないからな。いいよ、パパちょっと調べ物があるから。パソコンのある部屋は？ねえ、そっち私たちの部屋じゃん。悪い、そうだな、あっちだな。ねえ、そっち私の部屋だよ。そうだった、こっちだったな。もしかしてパパ、ボケちゃったの？絶対みんな怪しく思ってるだろうな。一刻も早く戻らないと。人の入れ替わり、戻る方法と。ダメだ、見当たらない。どうすればいいんだ？もしもし、サリーちゃんパパ、どうでした？見つかりました？それがさっきからいろいろ探してるんですけど、見つからないんですよ。それじゃあどうするんですか？ジャージー、どこ行ったの？隠れてないで出てきて、ジャージー。ビクトリアに慣れてる俺からしたら、あの奥さんはきついんですよ。サリーちゃんパパ、早くなんとかしてください。きっとみんな慣れてなくて疲れてるだろうな。じゃあとりあえず公園に集まろう。そこで話し合うんだ。わかりました。あとの二人には俺が連絡取ります。で、どうする？こんなおっさん4人が公園に集まって、みんなに不審がられてますよ。大の男が4人も集まって何してるのかしらね。俺は早くリンダのところに戻りたい。イエーイ。俺だってそうだよ。大家族はいつも、うるさいってげっそりするけど、やっぱりあの大人数が落ち着くんだよ。でも戻る方法がな。おや、おっさん4人が公園に集まって、奇妙な光景じゃの。ばあさん、お前は誰だ？お前たちの子供に聞いてみ。わしのことを知らん子供はおらんわい。普段いろんな魔法を操る偉大なる魔女とはわしのことじゃ。魔女？それならこのおばあさんに頼んでみよう。それがいい。イエーイ。魔女でも何でも、戻れたらどうでもいい。イエーイ。偉大なるばあさん、実は俺たちぶつかった衝撃で入れ替わってしまったんです。俺とこの人、そしてこの人とこの人、どうか元に戻してください。ほうほう、そんなの簡単なことじゃ。だがただでは嫌じゃの。どうすればいい？イエーイ。私たち少し年は食っておるが、なかなかいい男じゃの。一人ずつデートしてくれたら元に戻してやってもいいぞ。いいです、いいです。それで元に戻れるならお願いする。ゆー、よっしゃ。それじゃあ戻る戻るルルルルル。これで戻れたのか？やった！イエーイ！ふう、助かった。で、戻った瞬間、腰が痛てててて。パパ出かけたきり戻ってこないけど、痛ー！ってなんで魔女ばあちゃんと一緒にいるの？これには訳があって。今度のデートを忘れるんじゃないぞ。喋り方が変だったし、急にいなくなったから心配したのよ。サンキュー、もう大丈夫だ。パパ、手伝ってもらうことが山ほどあるのに、いなくなったからママが怒ってたよ。ほら、こんなところいないで早く帰るよ。みんなのパパが戻
元に戻ってよかったって思ってくれた子は評価をぜひジョージさんと俺が入れ替わるというリクエストありがとうございました。そして突然ですがココナッちゃんはツイッターを始めたので説明欄からぜひフォローをよろしくお願いします。